久保さん今回 NEX 工業にしましょうか。まあ、ここはね、量子力学のね、えー、動画とかも結構分かりやすく解説してくれてるんじゃないかなと思うんですけど、スリット実験ね。はい、この前見てましたね。二重スリット実験のやつね、うん。で、まあ人間って多分まあ、まあ、平均寿命80年ぐらい、まあもっと伸びるかもしれないですけども、多分まあ、あの、いらない知識とかね、あのー、 別にその量子力学を知ってたからといって、なんか今の、この今の生活が変わるのかっていうと、あんま変わんないと思うんですよね。物理的な部分に関しては。なんだろうな、人間っていうのはなんか知的欲求というか、知ることによって何かが満たされるっていうのがあるんでしょうね。知らないことを知るっていう。だ逆を言うと、 あの人間がこの文明を発達できた理由って多分その欲求がある知的欲求があるからだと思うんですよ例えば、あのー、知らないことを知ろうとするなんだそういう欲求がもし人間なかったら食って寝る食って寝る食って寝る終わりだと思うんですよね多分動物のように腹減ったら獲物を飼って食う腹減ったら獲物を飼って食うっていうね 科学とか、何、うん、すか、あの、いろんなものがこう、研究開発されてる理由って、多分、その欲求があるからだと思うんですよね。で、人間にその欲求がなくなったときに、人間はまあ、人間じゃなくなるっていうことですよね。<laughs> だから、あの、なんか三大欲求みたいなのあるじゃないですか。でも、隠れた欲求ですよね。知的欲求って。それを、それが人間の根本的な人間としての動物じゃない一つの部分なんじゃないかなと思いますね。 知らないことを知る。いってらっしゃい。